日本の皆さんがですね、面白いと思うもの、あるいは楽しいと思うもの、アメリカで普段日本のテレビ見れないものを、紹介しようと思って、これシリーズの第1回目として、買い物上手、安いものを手に入れる方法の一つ、あるいは eBay ビジネスのために安いものを手に入れる方法をちょっと紹介しようと思って、現に私は今やっております。これから紹介するのは、ユタ州によくある店なんですけども、この地元の教会が出してる店ですけども、福祉活動の一環として、デザレット・インダストリーズ、スリフト・ストア・エンド・ドネーション・センター、皆さんがいらなくなったものを、洋服とかいろいろ使わなくなった家具、電気製品など寄付する場所があるわけですけども、今から紹介します。私が入ってくると、娘と2人でビジネスにしようとしたのは古い本、それから LP レコード、それから、男の背広。そしてまず私が来るのはあのレコードなんですが、バックが多いんですけど、今50セントになってるわけですね。ちょっと一昔までは1ドルずつだったんですけども、 CD と DVD もありますが、私はあんまり興味ないです。最近ちょっと高くなったんですけども、これは最新の本で、ダン・ブラウンのダヴィンチコードとか、いう定価が29ドルなんですね。3000円近くで売ってるから、本が高いんですよ、アメリカでは。ハードカバー、今までは2ドルだったんですけど、結構最新のものは3ドルになって上がったんです。3ドルだとちょっと儲け出しにくいですけど、eBay でね。これは2ドルなんですね。この本を今1冊持ってて、1冊売れてばっかりで、売れても9ドルぐらいで売れてますね。eBay の、フィーなどを払っておくと、儲けが4ドルか5ドルぐらいしかないけども、娘と2人でやってる商売だから、目的は娘に働くこと、ビジネスってことをちょっと教えるためにあるんですけど、女性の洋服類は山ほどありますが、私はほとんど見ることないんですが、ガラス類、お皿、水筒、カップ類、いろんなバスケット類ありますね。子供のおもちゃ、ぬいぐるみ、リュックサック、家具類ね。時々家具を見ることもあるんですけど、ソファ類ですし、それから男物、結構今この近くに裕福な人が結構いっぱい住んでますから、いっぱいいいものを寄付しますね。割と値段が安いです。ポロシャツ、例えばポロシャツ4ドル。男の背広、自分が着れるもの、売るために買ってるんだけども、自分の好きなもの、自分に合うものを買って、万が一売れなかった時のために、自分が着てもいいなというブランド品を探すんですけど、例えばですね、ラルフ・ローレンのチャップスのジャケットがありますがね、レーザー、8ドルですね。結構 T シャツ、色別に分けてでもいっぱいありますね。アブクロンビーから、それからこういう、ニューヨークのやつから、
みんな2ドルですね。まあまあ200円かな、200円ぐらいの板大学のもの。それからコンビいろんなのがあります。プリンスかな。それから特別なもの、なんか価値がありそうなもの置くことがあるんですね。普通は汚いのも多いんですけども、あまり興味ないです。時々あ価値のありそうなものが結構あるんですね。これほとんどすり減ってない、ほとんど入ったことないような。これは自転車類、まあ、ちなみに良さそうな自転車あるのかどうか知らないけど、子供の自転車 10ドルとかさ、まあ、1000円ぐらいの。これから学区に入っているいろんなもの、なんだこれ漢字、家と書いた12ドル。それからカバン類は、だいたいカバンはちょっと壊れてるものが多いんですけども、松葉杖7ドルのこのちょっと年寄りを歩くのに使う医療機器ですね。まあ、セットで5ドル。悪くない。ヘルメット類、古いテニスラケット2ドルも古いの。昔風のラケットは2ドルです。チキ類は今ちょうど少ない。時期が過ぎて少ないんですけども、15ドルとか12ドルとか8ドル。ゴルフクラブ類。ゴルフクラブは1本2ドルぐらいの。それからドア類、ベッド類、椅子、ちょっとした机、まあ、飾り物、こういうの結構いいんですよ。私買ったことあるんですけど、5ドルぐらいで、この2段のファイルキャビネット。これ4段のやつが12ドル。5ドル。いろんなもの、あそこからグリル。でも結構その汚いんだけど、綺麗にすれば。エクササイズ類、ランプ類、それから掃除機、これも新品みたいな、あるいは家から取ってばかりのランプ、これ2ドル、これ良さそうですね。ほとんど使ってないような感じですね。ああ、それから肥料をまく機械ですね、芝生の肥料で。女性ものもありますが、ベルト類は3ドルのですね、1個3ドル。でまあまあ綺麗な椅子がありますよね。もう、あれとかなさそうなところ。私、DVD プレイヤー一度買ったことあるんです。自分の機械、家の機械が壊れて、安く手に入らんかなと思って、ここに探しに来たら8ドルで上等のやつが手に入りました。800円でね。この椅子。15ドル、ちょっと高いかもしれないね。もうそれでも、ね、悪くないけども、売れないものどんどん安くなりますから。タンス類、まあ、それから、まあ、食器類ありますよね。鍋類で中に結構いいものもあるわけですね。そうな、ポーラ・ディーン、有名なあのテレビドリル教えてくれる人なんですけど、彼女の名前で出してる商品、2ドルですね。いろんな
ます。まあには3ドルとか1ドルとかこのジンスかな、4ドル2ドル して皆さん最後に私がそのデスレートインデスティーして買った男の背広、3つぐらい紹介します。その日に買ったわけじゃないんですけど、それからレコード、こういうものを全部 eBay に出して、売ろうとしてる、もしかして売れてる、もうすでに売れてるものもあるかもしれませんけども、こういうレコード類、ジャズのベーシスト、スタンリー・クラークとかね、もし私の eBay の商品に興味のあるお客様いらっしゃいました、お客様方いらっしゃいましたら、eBay のメインの画面からアドバンス、それからセラーで検索というところを探せば、私のギルダ&エッピーを入れると出てきますので、よろしくお願いします。駐車場からちょっとこう寄付をしに来てる人たちの映像を撮ってるんですけども、次から次車が来てます。何を出したんだろう。そして後ろに、あ、次の車も来ました。あ、次の車も来た。ちょっと箱に詰めてますから中身見えないんですが、年に何回かするんですけども、いらなくなった、まあ家の中を整理するときにいらなくなったものを必ずここに持ってくるわけですけども、車でこう入っていくようになってて、そしてここに泊まって、あのこの人たちにあげるわけですが、でこうやって、人が取ってくれるわけですが、まあ、目的として普通の会社とかで、雇ってもらいにくい人、障害のある人の働く場所として、こういうビジネスを別に協会が作ってるんですけども、それから困った人たちが安く手に入れる方法を、提供しているわけでございます。それから別に困ってなくても、これを商売安く手に入れて、あの eBay などで、物を売ったりする人も結構います。まあ、玄関はこれですけども、デスレートインダストリーズスリフトストアとドネーションセンター、まあそこ正面玄関で、まあ、今日は火曜日のお昼過ぎ1時20分ぐらいの時間ですけども、駐車場がこの時間帯でもいっぱいなんですね。これみんなそうなんですね。ちょっとぐるっと回りますが、ずっと置いても売れないものもあるわけですが、空気を抜いていっぱいに詰めて、どっかにやるんですね。おそらく海外、アフリカとかへやるわけですね。こういう福祉活動の一環としてこういうプログラムやってるわけですね。